テルモトガマリティマは超高熱性の細菌である。イタリアブルカーノ島のレバンテ港付近の海底熱水帯より発見1986年に記載された。増殖温度は55摂氏90度、最適増殖温度は摂氏80度と非常に高い。数少ない超高熱性の細菌の一つであり、その最初期に発見されたものである。 2018年現在においてもアクアフェクツ属に次ぐ増殖温度の高い細菌となっている。グラム染色は陰性。形状は棒状で、サイズは長さ5マイクロメートル、幅0.6マイクロメートルほど。細胞壁として1から2細胞を包むトガと呼ばれる独特の構造を持つ。これはテルモトガモンに広く見られ、両端内視は片側に大きな隙間をがあり、 まるで古代ローマのトガに見えることから名付けられた。代謝形態は発酵性で、嫌気性条件化セルロースや、キシランなどの糖類を発酵して増殖する。発酵の結果水素を生成するが、水素濃度が高くなると増殖阻害が起こるため、異様存在下では、水素は硫化水素の形で除去される。ただし、この過程から ATP を得ることはできない。 全ゲノムは1999年に解読された。ゲノムサイズは約 1.8Mbp、ORF は1877箇所。古細菌と共通する遺伝子が24%もあり、高温環境への適用に関係している可能性がある。ありがとうございます。